ってまいりましょう。手持ちのツムすべて紹介し終わりまで終わりません。続きましてはマレフィセント・ドラゴンです。マレフィセント・ドラゴンね、なんか結構他の人たちが使ってるツムの中でも彼女がねこうエリートツム的な感じでこう使ってて、で何千万点ってポイントを取ってる人がまあ存外多いなっていうイメージなんですけどね。効果的にはマレフィセントとかねと変わらないとは思うんだけど、まあ、やっぱりなんだろうね、そのツムが固有で持ってる特典とかっていうのが多いのかな。こうやって周りをねやっぱ消していくって最強ですからね。それでまあ例えば7、8個つなげることができれば、もうなんか恐ろしい数一気にポン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 って消していけるんでね。に、うまくいったときなんか30何個みたいな感じだったかな。うん。あれちょっと待って待って。こういうね、本番の時に限ってね、なかなかね、うまく消せないっていうね、こう、やっぱ、ああ、そう、こうやって24個ポンって消してね、ポンって消してね、ポンとポン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 。大して消せてない。あ、でも30万点はいってる。うん。まあ、そこそこの数かな。確かに、まあ、ただね、必要積む数がやっぱ多い積むって、発動できる回数が結構限られてるから、きついっちゃきついんだよね。ほい。だからもうこうやって、ポコ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 って消していく方がいいのかなって思って、ポコ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 って消したかったのに、最後の2回が全然発動しなくって、やばい。あれ？マレフィセントドラゴンでこんなにできない時のことの、あんた珍しいのに！マジか、200万点切ったの久々かもしんない。やば、ど下手くそだった。ごめんなさいね、なんか、すいませんでした。はい。200万点、ボーナスありきでギリギリ超えられたということで許してください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。